待たせたな。学園の地下に眠る古代遺跡の謎に迫るアドベンチャー RPG クーロン妖魔学園記が任天堂スイッチによみがえる。ろくでもない学園だぜ。個性豊かな登場人物とのコミュニケーションは9つの感情から選んで行う。選択した感情によって相手との関係性が変化。冒険を共にする仲間になってくれることもあれば、時にその後の物語に影響をもたらすことも。古代遺跡が眠るダンジョンには多くの仕掛けと強敵が待ち受ける。遺跡攻略に向け、学園パートとダンジョンパートを行き交いながら全ての謎を解き明かせ。クーロン妖魔学園記オリジン・オブ・アドベンチャーは2020年春発売。